アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設工事をめぐり、沖縄県の玉城知事は今日、政府による工事の承認勧告に対し、期限までの承認は困難だと回答しました。これに対し、松野官房長官は直接の言及を控えました。沖縄県の方針に関する報道は承知していますが、私からコメントすることは差し控えたいと思います。 松野官房長官はこのように述べた上で今後の対応については国土交通大臣において判断するものと述べ沖縄県に対して強く承認を求める指示を出すことについても明言を避けました沖縄県に対しては政府が改良工事のための設計変更を承認するよう勧告していて今日が回答期限でした